小吉、大吉、アミキシです。はい、ということで今回も動画を撮っていくんですけども、今回は3桁目指してマルチということでやっていきたいと思います。まあ、最低3戦で3戦とも無敗でいったら、まあ負けるまでね、やりたいなと思います。いや、これね、今撮り直してるんですけど、さっきね、もう、バルーン相手だったんですけど、釣れなくてボムタワーでミスっちゃってね。それでもう一気に持ってかれてね。ボスりました。いや、なんかね、最近ミスが多いんですよね。それやばいんですよ、本当に。自分のミスと電波で負けるのが一番うざいじゃないですか。で、勝てる試合を落とすのが本当に一番嫌ですよね。なんかムカつきますよね。これね、相手うまいんですよ。一番嫌なんですよね、こうやってなんか両サイドに形作ってくる人。で、このやり方が一番きついんですよ、僕からしたら。いや、うまいっすね、これ。いや、これめちゃくちゃうまいな。そう、ザップ来るんでね。いや、これは、スケルトンまで出しちゃうと、単体プリンスが来た時にね、まあ、アイゴレいるけど、多分守れなかったんで、そう、あんな感じでね、プリプリを両サイドに振って来られるのが結構きついんですよね、こっちからしたら。で、なんならディガーもあって、あそこ防衛でね、僕がマスケ使ってたとしたら終わってたんでね。で、これは、まあ、爆破入ったリーナぐらいのバルーンです。で、このエルキ別に、無視できるし、まあ、この対空咲かす、対空っていうか、咲かせたって感じですね。あれ?ちょっとスケルトンの位置ミスりましたね。本当は完封できるんだけど。いやー、ここですよね、問題は。で、これ、そう、5持ってるんで、で、ザップも多分来るんで、お、ザップ今相手自陣に打ちましたね。さ持っててどうしようかなってやったら、パーンって出ちゃったやつですね。いや、かわいそう。さあ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 。これは入るんで、まあ相手多分捨ててきますね。なので僕としては、守りたい。さあ、その、タゲ編うまいなぁ。そこでタゲ変えてくるか。でも、マスケが残っちゃいましたね。これは勝ち確。いや、マスケ強え、マジで。マジでマスケ強いっすよね。このジャイプリは、ディガー当ててくるじゃないですか。マスケに対してディガー当ててくるじゃないですか。そこをね、延命できたら、ほぼ勝ちですね。形作れるし、この後ろのマスケがずっと仕事するんでね。で、ファイブザップ打たないと相手はマスケ処理できないんで、まあそれがね、強いんですよ。なので、なんかスケルトンとかうまく使って、マスケにね、ファイブザップ打たせないように立ち回ったら相手がね、ディガーを飛ばすしかないんですよ。マスケに対して。処理方法がそれしかなくてね。で、そこをまあ、うまくね、延命できたら、勝ちですね、ほぼ。まあ、延命するの結構難しいんですよね、でも。ゴーレムですね。ああ、もうこのあるあるっすよね、釣れないの。よいしょーって感じだよね。おお、ゴーレムなのかわかんないっすね。なんだこれ。ミニペランバってやばいな。火力マックスですね。さあ。これはね、言っていいっすね。はい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 。もう狙い通り。狙い通り。そう、最近ね、感染めっちゃ多くてね、めちゃくちゃ嬉しいですね。なんか、毎回ではないけど、なんかほとんど、3ぐらい。多い時はこんな感じで5とかね、ついてくれててね、なんかめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。見てくれてる方。今のちょっと疑惑じゃないですか?今の疑惑ですよね。ああ、これもう守れないんで。
頑張りましょう。マスケだけ命したいですね。マスケ処理されちゃったら僕多分終わるんで。そうそう、こんな感じで追加してくるんで、ね、相手。ね、このマスケは別に処理されても、まあ、キングなら一発ならいい。いや、あそこね、守れないんですよ。やっぱこっちがあんだけ攻めて捨てられてるんで、まあ相手としては一々交換ですね。うん。これ相手対空、ファルチェ。ファルチェさん。これ2発ありますね。で、まあライトニング持ってたんですけど、こう後ろからね、マスケとか出していいですね。で、まあこうスケルトンとかで、ちょっかいかけて、で、ここ、体出しバルーン行っていいな。いやー、待って、でもこれやばいな。これやばいっすね。守れるかな。いや、一番怖いのがキングおられることなんですよ。お？その、ゴーレムはめっちゃ美味しい。ああ、めちゃくちゃ美味しいですね。オッケー。なんなら僕のキング折れます、ね。そこで、あそこでゴーレム追加はめっちゃ美味しいですね。なんなら、あれですね。ユニットで押された方がこっちはきつかったんでね。ゴレム強いのって、あれですよね。追いたきのランバーとかミニペイが強いですよね。あいつら来るだけで、うわってなりますもんね。なんかやってて。めっちゃ萎えますもんね。ナスはでも結構好きですね、俺。よろしく。ナスとかピーマンだけ好きなんですけどね。嫌いな、ゴーヤが嫌いです、ゴーヤ。はい。どうでもいいけど。おお！それはやばいっすね。うわぁ、いきなりペッカか。珍しいですね。はい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 。これちょっと言うのが怖いんで、あっちに飛ばしといて。はい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 。まあ、ケツペッカはされたら結構うざいんですけど、最初の段階してきたら、てか僕が後取られてる時だったら、されたらめっちゃうざいですね。でも今、最初でトントンの時にされたら、まあ、美味しいですね。で、さっきガゴ出してこなかったってことは多分、マジハチ型なんで、相性神ですね、これ。で、こういう時に、バルーンね、行ってもいいんですけど、バルーン逃がして、マジアチャ処理しに行ってもいいんですけど、ちょっとね、怖いっちゃ怖いんですよね。はいはいはい。そう、あそこで、マジアチャ処理しに行くのはね、多分いいんですけど、はいはいはい。そのマジャージャーに対して当てたディガーに対して、ペッカとかでね、延命された時に、バルーン一発入ったところで、めっちゃすっげーカウンター来ちゃうんですよ。もういかついような。だから、2倍前は、やんない方がいいと僕は思います。マジャージャー当たってないけどね、これ。なんならタワーのタゲ取っちゃってるし。これ最悪ですね、これ。めちゃくちゃ最悪ですよ。で、正直、ボムタワーって切っても全然いいんでね。回せばいい話なんで。ザップ来る。はいはいはい。そうだなぁ。オッケーですね。で、ここで守ったんで、まあ、バルンディガ行ったら、ほぼ落ちると思うんですけど、一回受けますか。
オッケー、もうそれと被ったら勝ちですね。ミニベじゃなくてエレキ潰しちゃえば勝ちなんでね。これで GG ですね。そう、あそこのね、マジアチョとかは処理しに、2倍前は行かない方がいいです。2倍前に行っちゃうと今3戦行った？まあ連勝したんで負けるまで行きますか。2倍前に行くと本当に防衛できなくなるんで、こっちが。すんごいカウンター来ちゃってね。そう、だったらじゃない。だから、2倍前は行かないで、2倍入ってからですね、行くとしたら、さっきみたいに。まあ、エリクサー2倍の時は、防衛もできるんで、回転で回せばね、守れるんで、うわ、被ったの痛え、マジで。いやー、これなー、あんま良くないんですよね、これ。インドラクル。うわー、しかもタゲが。もうこれほぼ捨てる感じですね、じゃあ。これもアドがやばいんで。アドめちゃめちゃ取られてるんで、両サイド、これ逆サイバルーンとか来たらマジでうざいんですけど。ああ、いやでも待って、これさ、ワンチャン守れる気がするな。なんか、なんとなくですけど。無理かな？なんか守れそうじゃないですか。うわ、守れねえ。守れねえし、やべえし。なんでもないです。最悪です、これ。これ一番やっちゃいけないことやりましたね、僕。入んないで、バル入んないで、お願いだから、お願いだから入んないで。あ、入った。あ、もう最悪ですわ。余計なことした。あそこ捨てていいですね。捨てて、アドを取って、まあ、一時交換でよかったですね、普通に。なんかワンチャン守れんじゃねえとか思っちゃったんですけど、絶対守れるわけないですね。うわ、やらかしたな、今のは。今のはめちゃめちゃやらかしましたね。下手にも程があるな。2発、2発、2発、2発。うわいえ。入ってないんですけどね。なんで？なんで？イントロ？なんで？あー、これ多分負けましたね。これは負けたわ。これ多分負けましたね。いや、もう最初のミスいてー。これもう絶対守れないんで。いや、ワンチャンないなー。ワンチャンもないなー、これ。ちょっと残念だけど。ババ来るもんなー。いやー、で、これ多分風出しラバで、もう僕、GG です。はい、ありがとうございました。いや、やってるなー。これはマジでやってるわ。下手すぎる、本当に。なえる、これは。いやー、頼む。マスキー頑張れ。マスキー頑張ってくれ。なんで守れてんの？なんか守れた、なんか守れた。ちょ、スケドラ、スケドラ、お前何してん、何してんの、バカ。マジでバカ、マジでバカ、それは。いや、大丈夫、大丈夫。相手、ディガー切ってたんで。やばい、バカ入った。いやー、最初ミスりました。もったいね、めっちゃおられるじゃん。なんで？いやー、最初ミスりましたね。あそこ捨てれば、もう余裕で勝てます。これ多分相性いいんでね。勝たないといけないやつでしたね。はい、ということで、まあ3桁いけなかったんですけど、まあ、今日は久々にパルーンとマルチということで。いや、そうですね。近々ファルーンで負けるまでもね、撮ろうかなと思っておりますので、お楽しみにということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。